はいどうも、スバルです。バトルフィールド5プレイしていきます。ということで、今回はコメントで書いてあった MP40 を使ってほしいということで、戦っていこうと思います。結構昔にね、MP40 クソザコなめくじすぎやろって動画投稿したら、軽くコメント欄ありましてね。まあその時にね、発言には気をつけようと、そんな心構えはつきましたが、未だにこの武器弱いと思います。SMG のくせにレートは低いし威力はそんな高くない。これ使うんだったらグリスガン使うわっていうのが正直な感想。ただやっぱり MP40 はね、いろんな作品に出てるゲームでもあるし、かなり昔からね、映画とかでも使われてるぐらいファン層は多いと思うんでね、言葉遣いを気をつけながらこの武器を使っていこうかなと。でこれ早速来ると思うんだけど、敵、あ、分かった、いいね。で C ポイントも完全に取り切っちゃったね。相手のちょっと出方が遅いかもな。この中間地点にね、ひっそりと、いるよね、オッケー、倒した。あ、ういね。精度はいいんだよな、MP40。SMG の中では、まあ、威力も、レートも低いとは言ったけど、精度の高さはピカイチ。だから、まあ、立ち回りとしては、基本的に中距離を意識しながら回復で、継続戦闘かな。それに限るはず。二人のはきついな。オッケー、倒した。さっきの外周から湧いたやつが、これ C 入ってるね。で、この家にいると思うんだよな。上だね。あっぶねー、急に出てきた。んまずい、ハリー・ポッターの家にいる。上出した。で、あとは上か。分かった。なんか後ろにいた味方かと思った。あ、ナイスナイス、いいかと。いやーでも右から固定砲で撃たれてる。ちょっと木で射線切りながら結果のこれ。よかったよかった、スナイパーで遠距離だけしか見てないやつで。でこれね、右展開はちょっと危険だから一旦これ家取っちゃって外周から倒していこう。 OKOKOK、 いいよ。 MP40 のいいとこ出てる。でこれ攻めてこないかな。ナイス、見方がスナイパー倒した。で、これで A ポイント取れそうだね。分体操、この分体操はでかいね。今のうち前詰めちゃおう。またこれ下にいるんじゃないの。お、ナイスこと。 A ポイントだと若干名しか入ってない。そう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 、あれこの家にはいない。痛い、戦車かな、持っていて。ああ、それ蘇生無理だな。一回下がるわ。 A ポイントかなり入ってきた。これもう一回最初取った家で停滞してね、ここでファイトするわ。拠点数はかなり圧倒している気はする。でキルも伸びてるからね。これ A ポイント取ったらもうこのまま GG ウェルプレイって感じ。どうしたどうした、これ戦車が来るとめんどくさいね。もう逃げ話って感じ。あ、そう撃つね。これ絶対流れてくるだろう。あ、待って、これ蘇生するわ。そこは待ってくる。ちょっと階段が怖いね。これを好きにっていう場合があるから。でも来ないね。ずっと1階でうろちょろしてるだけなんだけど。出てこねえな。何してんだ。ん、やっと顔出してきたか。一応倒したけど、あー、これパンターで、おお、家が壊れる、家が壊れる。いやー、きついって。スナイパーに抜かれちゃうね、これ。戻ってこないかな、この瓦礫に乗って。あー、グレだけは投げてきてるのか。かなり警戒めで動いてる。なぜか味方がしてから。またいいんじゃないのこれ。いないわ。あれ、どこにいるのかな。あ、でも味方の戦車が入ってきてくれてるから、これ A ポイント取れるね。多分外周にいるのかな、この LMG の音。この雪山にいるはず。倒した。あと A ポイントどこだこれ。全然、ん、お、ほういんぞ。はい、草刈り開始。ピピピ。これいるな。足をつく。気のせいでなければ。どこだ。お、勘弁してくれ、勘弁してくれ、このしょうもなワンオンワン。どこにいるんだ、全然わからん。あれ、気のせいか。あの、味方の足音が敵の足音に聞こえるタイプのやつか。うわー、こういうの、あ、え、よいしょー、いつもの。さて、バンされたんでね、別サバで MP40 使って戦っていきまーす。マップはソロモン諸島で341-381、結構ゴブゴブだけど若干負け気味。これは C ポイントをどんどん取りに行ってね、拠点数を増やしていきましょう。
お、味方が下でダウン。ってことは、この真下いんのかな。味方が結構前、あ、いたいたいた。こいつかな、さっきからファイトしてるな。その蘇生は通らないんじゃない、大丈夫。俺倒した。ゴリ押し蘇生。いきます。だからこれちょっと見られてたらごめんって感じだけど。お、グレネードはまずいですね。大丈夫か。おー、ギリギリセーフ。で、これぐるぐる回って敵の場所を把握しながらね、近距離で SMG かもしれない。お、上でやられたってことはこの家の中にいるのかな。ただ裏突すると確実に死ぬから、ちょっと待ってね。まあ、木でじらすか。で、これ蘇生してんのかな、蘇生してんのかなって思わせてくるけど来ないか。じゃあ蘇生しよう。助かる。オッケー。で、これ角っ怖いね。オッケー。危ねえ。ビーコンに木惑わされたわ。さあ、これあと外周から来てる。どうした。さあ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 、あとは内側かな。その外周にいるとね、池ポチャの音が聞こえるから、その音で反応できるんだけど。あ、でもいいね、キーポイントは確保してる。さあ、あとは外周からスナイパー来てる。どこから撃たれた、それスナイパーっぽいか。これまあ、これ木で通るから S 体完了。で、これまあ C 系統で取っちゃおう。ちょっと C ポイントに厄介者が混じり込んでるかもしれない。ビーコンを置いてちょこちょこちょこ入ってきてるから、まあ、音を聞いてしっかりと索敵したいところではあるんだけど、角待ちショットガンがもうずっとトラウマすぎて大胆なクリアリングができない。いや、これいないか。あ、貫通しなかったか。これ倒した。てことはこれ絶対ビーコンあるやろ。あったあったあった。オッケー、破壊完了。これでもう C は安泰。これ D ポイント冷たいねって思ったけど、戦車いるわ。突撃兵が頑張ってくれればいいんだけど、これ一人だからな、無理そうではある。いや、相手のね、タンク隊があと高レベ隊だからね、ちょっと暴れてんだよずっと。大丈夫、いけるか。裏から来ねえかな。あ、全員抜かれちゃった。これまずいわ。俺殺されるかもこれ。俺倒した。あー、なんか飛んできた。アンチタンクライフルをぶちかましてきてる。これ来るかな。おはようございます。あっぶねー。凶悪すぎる。 D から C にかけての前線の敵かなり上げてきてるね。もう戦車が脅威だわマジで。手出しできない状況。衛星兵使ってるっていうのもあるけど、突撃兵だったな。ワンチャン、ごめん、クリアリングトロールかました。右見てなかったわ。で、これはこれワンチャン蘇生してくれれば報復可能だが、あー、下がってる下がってる。やるわそいつ。バカせろ、わかった。もうゴリ押しゴリ押し。いやー、戦車怖い。わかった。下めっちゃいるね。2カット。お、まだダメージ入った。ダメージ入らんか。みんな戦車にぶち抜かれてる。ここまずいな。だから C ポイント今ゴブゴブか。うわー、これ、お、ここか。あぶね、初段外したけどなんとかあった。そう、これ C 取られちゃうな、ここまで勢力伸ばされてると。あ、でも意外とまずいかも。頼む、詰めてくるんだ。助けて、誰かカバーディスエリア来ねえか。あ、ナイスナイス。この先にいるんだよね、木越しの多分左壁とかにいる。それいないか。右か、二択ミスった。大丈夫か、味方がぶち抜かれてるけど。お、下いたな今。あぶねえ、ゴリ押した。こういうのあるとな、 MP40 楽しいんだよね。オッケーオッケー。で、あとはこの木下、あ、でもね、 C 中は入ってないけど、やっぱり外周でいるよね、やっぱ。よし、いい感じいい感じいい感じ。火力出てるよ火力。やっぱり精度は MP40。 手のひら返してぐるんぐるん。これ一気に攻勢かけよう。 C ポイントはもうこれ以上攻めさせない。で、味方が今ね、左側から詰めてくれてるから、この前線ぶっ壊せそうだけどね。おい、倒した。いいね、不正 LMG 最高。これもいないかな。あと右側か。やべ、比重ってきてる。おー、木抜きされた。これ A ポイント取り返そう。
裏取りは許さない。結構ゴブゴブファイトなんだよね。この1拠点が命取りとなる。俺はこの A ポイントの英雄になる。左側かな。あぶね、軍刀だった。あの軍刀に対して今の立ち回りは悪ですね。ダメダメ、絶対やっちゃいけない立ち回り。相手の軍刀の飛距離がちょっと短かったからなんとか助かったけど。昔いるな。これ倒した。ナイス、草の足音、これはでかすぎる。お、いいね、分隊長に選ばれたってことで、じゃあこのまま C ポイントを防衛しつつ DE 間に行こうか。方面支援を受けてくる。あ、いいね、戦車下がった。これちょっと木で圧をかけてやるか。戦車はもう詰められないよ。こんなにも木たがれたらね、もう不審がってバレてるわ。下がるしかない。だからこの家でちょっとね時間稼ぐわ。ほら、どん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 砲弾を無駄に使ってくれ。その間お前の前線を上げさせない。とりあえず待って。おお、危ない危ない危ない。長く撃ちすぎたわ。だけどうざいでしょう、ハエ一匹がずーっとおろちょろしてんのは。潰したいよね、わかるよ、俺も戦車使ってるから。いやー、それ抜けねえか、まずいな。スナイパーやったけど、やったけどって感じなんだよね、これ。戦車にしばかれる未来が見れるが、ワンちゃん逃げれねえかな。今この左側からぐるって回って、あ、撃たれない。おー、危ない。時間稼げるからね。耐えてる耐えてる。さあさあさあ、戦車ちゃん、この前線上げるのは怖いんじゃない。キルレ気にしちゃうでしょう。これ突ったらね、周りの歩兵から挟まれて一瞬で破壊されちゃうもんね。97打目、惜しい。敵が残り45チケットで戦車結構下がり気味だから、俺らもう押し切っちゃおう、ね、これ洞窟側攻略しちゃって、あ、一人いるね。これ倒しちゃおうか。あと、ただ若干詰めてきてんかな、これ。うわー、もう一人やれなかった。ギリギリ体力残ったか。これさすがに蘇生無理だから一回死んじゃって。お、なんだこれ。お、E ポイント裏取りしてくれてる。これ拠点取りに行こう。ナイスボート、行こう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 。近いな、これ倒した、ね、で E ポイントを確保しました。数キロ石、これはギリギリ勝てたね。最初負けてたけど逆転勝ちかな。もう歯茎がっくり出してあげましょう。あとは D かな。で戦車が若干 D と C の間にいるから、これ持っていければ熱いんだけど、 V1 でも飛ばすか。アメリカだから JK JB2。 あ、おーい、 T34 カリオビ間違えて呼んじゃったって。ってことで GG お疲れ様でした。まあ MP40 は、うん、封印しよう。またね、コメントで使ってほしいっていうのがあったら練習しとくんで、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。